Hiroshi Hayashi will present you a video forum about the Egyptian gods in ancient times, Egyptian gods who came from Sirius, and it's my pleasure that I can show you the fact with evidence. Cynthia Isis Anderson writes as follows As the bright star of Isis shone briefly before mingling her light with her divine grandfather Ra, the god of the sun, Great joy and 古代エジプトの最高神といえば、イシスということになります。その夫がオシリス。オシリスは兄弟の裏切りにより殺されます。で、その息子のホルスが仇を取ります。 イシスとオシリスの大恋愛女児物語はこうして生まれますがラーの目あるいはホルスの目とも言われていますあのシンボルマークの目の下の線はイシスの涙が流れる様子を表現したものと言われていますでホルスですが頭が鳥で表現されるので蝶頭つまり鳥頭人間と誤解されやすいですが、まあ、実際そうであったかどうかは別としてですね 頭にすっ,ぽるすっぽりかぶる鳥の頭をしているオーバーロールヘルメットも見つかっています古代エジプトでは神々はオリオン座のどこからの星から来たということになっていますが実はシリウスからでしたそのことをこのビデオの中で証拠を添えて証明します古代エジプトの神々はオリオンからではなくシリウスからだったのです もっともオリオンとシリウスは言うなれば隣同士、意思的に区別することはできません。それはともかくも、まずシリウスと古代エジプトの神々の名前を比較してみてください。それぞれの神々がシリウスという名前の一部を取ったり、並び替えたりしているのがわかります。私も若い頃、ミノというペンネームを使っていました。生まれ故郷が岐阜県の 身の死だったからですまあ、そうしたこだわりがあるわけですねで、シンシア・イシス・アンダーさんの冒頭の文を訳していましたのでどうかお読みください で、昨日、アフリカのドゴン族の謎についてのビデオを作りました。驚くべき謎を秘めていました。ドゴン族はシリウスが三重の、つまり三連星であることを知っていたのみならず、その公天周期も50日と正確に知っていました。さらに太陽系についても、例えば木星には和、缶があること。 そしてさらには木星の衛星についても詳しく知っていました。ドゴン族自身も昔シリウスから来たインストラクターシンがですね、神がですね、そうした事実を教えてくれたと言い伝えています。こうした事実、つまりシリウスが三連星であるなどといったことはですね、人間が近年になって初めて知ったことです。で、そのドゴン族の残したアーティファクトには明らかに エイリアンと、あるいはエイリアンを思わせるものがあります。で、これが今、皆さんにご覧いただいているのが、そうしたその文章な、文章ということになるわけですね。で、それについて、まあ一部、詳しくはこの続くビデオの中で紹介しますが、ドゴン族とシリウスの不思議な関係という一部分を皆さんに紹介します。で、シリウスは最も、まあ天空でですね、明るい星であると。 で、それが二重生、ま、二連生ですね、正しくは。三連生であることが分かったのは、1920年以後なんですね。三連生と分かったのは、極めて近年です。で、ドゴン族はなぜ、こうした事実を知っていたか、ということなんですね。で、ドゴン族によれば、インストラクターガーズ、指導教官神っというんですかね。シリウスから降りてきて、まあ、その知恵を、知識をドゴン族に与えたというのですね。 つまり現代科学が知る前にドゴン族はその事実をはるか昔に知っていたということなんです。でそれを具体的に示したのはこの図ということになります。 まあ月のように衛星がまた衛星を持っているというふうにしてぐるぐる回っている。左がドゴン族の天空のシリウスの模式図です。右が現在の科学で分かっているシリウスの模式図ですね。そして50日周期に元に戻るのだ,戻るのだそうです。まあ、こうしてですね、ドゴン族の残した文書と、それから現代科学の、まあ、で分かった事実がですね、こうして一致した。すなわち、ドゴン族が迎えたところの,そのエイリアンというのはシリウスから来た エイリアンであることには間違いないということこういう形で証明されていくわけですね。ありえない偶然。すなわち、そこにはエイリアン、私たちが ET と呼ぶエイリアンの介在があったということになるわけです。で、これがドゴン族が残している、いわゆる、まあ、アーティファクトになるんですけども、この右のアーティファクトですね。で、皆さんをカルナックナイルへと案内いたします。ここがドゴンです。で、そこから3900キロほど離れたところに、 エジプトのナイル川沿いにカルナックがあります。冒頭に挙げました、イシスシンの本拠地ですね。で、これがカルナックですけども、古い写真が手に入りました。で、ここの壮大な寺院が建っているわけですけども、このカルナックは皆さんご存知のツタンカーメンの、まあ、買って住んでいた寺院ということになります。で、このツタンカーメンについてですね、キャプテン最近新しい情報が入りましたので、まあ、それを簡単に説明いたします。これはつつですね。キングツタンカーメン。 で、新しい事実というのはですね、実はサンカーメンの母親の、まあ、いわゆるその、正体が分かったということですよね。で、それをこれから説明しますが、この、まあ、ミイラが見つかったことにより、DNA 鑑定が、まあ、済んで、そしてその結果として、今まで従来の説をひっくり返す説が浮かび上がってきました。なあち、えー、サンカーメンの はですね、えー、一組の祖父をしか持っていなかったということです。それを簡単に説明しますと、これが、アメアメホテップ3ーというんですかね。そして、みんなですね、おばあちゃんです。クイーンティアです。そして、アクヘナティン、お父さんが生まれますね。そして、このお父さんの、まあ、兄弟に6人の姉妹がいるわけです。 その中の一人がネフェルティティであり、もう一人、名前わかりませんけど、右のヤング・レーディというふうに名前をつけられている女性がいるわけですね。そのアクヘネテンとヤング・レーディの間に生まれたのがスタン・カーメンであり、そしてネフェルティティとアクヘネテンの間に生まれたのがメリタテンということになるわけです。今まであの、いわゆるそのスタン・カーメンのお母さんはわからなくてですね、人間であったという説が有力でした。で、これがスタン・カーメンの6人のおばさんということになるんですね。 すなわち、右にいるのがツタンカーメンのお母さん、そして一番左にいるのがネフェルティティですね。あのツタンカーメンの次のまあ妻にもなり、まあ、メリタテンの母親にもなるというわけです。で、これがツタンカーメンですけども、もう一つ、まあ、そうなってきますと、どれがね、あのどの人ということは分からなくなってくるわけですね。みんな頭が大きいということでですね、今まではメリタテンか、あるいはネフェルティティかというふうにまあ言われていたんですけども、このように、ま、あ ずっと並んでくまく、あ。ともかくも大切なことはあ、お父さんのですね、悪変な点の兄弟がみんな姉妹はこういう頭をしてたいたということですよね。そこが重要なんです。そういうことでこの、その中の一つの像ですね。まあ、おばかもしれませんし、ひょっとしたらあネフェルティティかもしれませんし、あるいはあメリタテンかもしれません。その顔とですね、えー、ドゴン族に残っているこのアーティファクトの顔と比較してみてください。全く同じであることに気がつく,気がつくんですね。 で皆さん自身でまあ判断していただきたんですけども、ここが今日のポイントということになります。で、比較してみますと、まあ、後頭部の方へ頭が長いと。そして耳があると。で、これはですね、別あの後で申し上げますけども、別の謎を解く鍵になりました。で、口、頭がへらべったくて、そして後ろの方に長いですね。後頭部の方に長いということです。顎のコンセプトも大変よく似ています。なおち、えー 陥落で見つかった、この像と、そして、えー、ドゴン族に残っているアーティファクターがこうして一致したということですね。で、結論をもう一度簡単に説明しますと、ここが重要ですから、えー、イシス、オシリス、そしてフォルスと、まあ、いるわけですけども、フォルスはこれはオーバーロールヘルメットを被っていた、何か理由があってね、被っていたのだろうと思います。で、この、いわゆるその、アイロブ、フォルスの目がですね、これは涙を流しているイシスを表していると、私はそういうふうに考えます。 えー、そしてですね、まあ、もう一度言いますと、イシス、オシリウス、そしてホルスの名前をこうして並べています。そして中央に、えー、シリウスのシリウスを置いて、シリウスという、まあ、スペリングと並べています。だから、ね、スペリングそのものをねあの、並べて比較するのはちょっと危険なことですけどもね。というのはあの時代によってスペリングが違っているはずですからね。まあ、ともかくもシリウスの部分的な一部分を取ってですね、そして文字を並び替えたり、 して、この上の三人の神々の名前が決まっていると。まあこうしてまあ、これ偶然の一と言うべきなのか、そのまあスレスレのところでね、偶然の一とはちょっと言い難いんじゃないかと思います。そして、ドゴン族の話に行きますけども、ドゴン族には、まあ、現在の科学でも、 やっと分かったようなことをすでに、ドゴン族は遠い昔にしていて、そして彼らの神々がね、彼らが言うには、シリウスから来た神によって、まあ、教えられたということなんですね。その証拠の一部が、こうして今紹介されているわけですけども、この表のですね、まあ、こうして、まあ、こうした文章がですね、えーテ、ティブクツ、ティブクツという町だけでも1万枚以上見つかっているというんですね。左がドゴン族、そして右がですね、現在科学で分かったシリウスの運行の様子を表したものです。 で、まあ、こうして比較してますとですね、本当によく似てると言いますか、三連星がですね、あの、まあて、まあ、そのこ、これはもう極めて高度なね、天文観測装置あるもってわかりですけど、天文、望遠鏡がないとわからないことなんですね。望遠鏡があってもわからないかもしれませんよ。そして、あもう一つそこでエジプトに戻りますけども、これ、タンカーメンですね。サンカーメン家族ですけも、左の上がおじいちゃん、そして右がおばあちゃん、そしてお父さんのアクヘナテンが生まれて、で、お母さんのネフェルティ。これはあの、あ 今度で、その最初のお母さん、ドライカー、ヤングアレイディって書いてます。そのお母さんと、えー、アクエヘヘテで生まれた生まれたのがチタンカーメンで、で、えー、アクエヘヘテとネフェルティての間で生まれたのがメリタテンということになります。そしてこの真ん中にいるのがチタンカーメンの像ですけども、そして周りのおばちゃん、おばちゃんですね。おばちゃんたちとあ頭と比べてみますと、大変頭がよく似ていて、そして特にこの右の上の,あの像ですね。これとドゴン族に残っているアーティファクトと、まあ、形が一致したと。すなわち、えー まあ、簡単に言えば、ドゴン族が言うように、えー、アフリカに降り立った神はですね、シリウスから来たということになるわけです。まあ、こうした証拠がですね、ドゴン族のアーティファクトの中から見つかったということですね。そして、まあ、それでハイブリッド人間か混合しかそれは分かりませんけれども、できた人たちが三カーメン家族というふうに考えるのは、ごく自然なことだと思います。そして、このシリウスですね、上がシリウスです。で、そのシリウス、 彼らは、すなわち、シリウスから来た ET であるということに、まあ、私は結論付けます。で、もう一つの事実なんですけどもね、じゃあ、今までエジプトでは神々はオリオンから来たということになっていると言われてますね。特にあのピラミッドの並び方はオリオン座と同じだなどという説もありますけどもね。じゃあ、オリオンとシリウスの関係ですけど、右上がオリオンで左下がシリウスです。いわゆる、まあ、隣なんですね。ですから、そんなに離れていないということになるわけですね。そこでちょっと、 別の角度からですね、そのオリオンと、それからシリウスの関係と、それからピラミッドと、その、そのあたり、シリウスのあたり何かあるんじゃないのかなと思って調べてみたんですけども、見た感じ、何もありませんでした。で、右上がピラミッドの位置ですね。そして、まあ一応、オリオンの まあ、位置にあると、あらあるあたりを調べていました。このような、まあ、何かしら工事といいますか、発掘跡といいますか、これは何であるかわかりませんけども、まあ、これ現地に行って調べるのが一番いいわけですけども、ね、何か、こう、発掘の跡といいますかね、鉱山跡のようなものが、この、このあたりにあるということです。まあ、イコールこれがですね、オリオンの位置,と位置と位置するってわけでもありません。で、もう一つ結論を申し上げますと、左が、えー、カルナクで見つかった、まあ、像ですね。そして右がドゴンで見つかったアーティファクトです。で、これが一緒、同じであるということは、ドゴンの神様たちは、 シリから来てそして、まあ、人間が知れない知識を残していったということですね。そしてその、まあ、同じ頭を持った人がです、ねえー、カルナクに現れた。そして、ツタンカーメン家族だということになるわけです。で一つだけ注意しておきたいんですけど、ここでちょっと謎が解けたんですね。これが、まあ、あのメリタ展か、ワルドアクヘナテンの、まあ、姉妹。 兄弟ってことになるんですけどもね。それと、右のですね、パラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨と比べてみますと、やはり,やっぱりちょっと違うんですね、形がね。ですから、超等人間も2種類ある。なぜ超党になるかと言いますとですね、参道の大きさには限りがあるわけです。そして頭をね、どん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 大きくしようと思ったら、まあ、超党、長い頭になるしかないわけですね。まあ、人間の死学系もやがて、長い頭になるだろうと言われています。というのは、お母さん、母親側にね、参道に、まあ、限界があるもんですから。そしてですね、なぜこの頭は大きくなるかと言いますとですね、脳細胞っていうのはあの死滅しないんですね。死滅しないことによって、 ですですから、脳細胞の数を多くすることが、まあ、結局は長生きすればするほど、まあ、長寿になればなるほど、脳細胞の数を大きくするために、えー、超等になるしかないわけですね。ですから、超等人間というのは、ある意味で、知、え、的、ー、生物の進化系だということにもなるわけです。もちろん賛同が大きくなればいいんですけども、こうしますとまた母親に対する負担が大きくなりま,なりますからね。ということで、続くビデオをどうかご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Kedcom website. Ancient Kedcom website start its story as follows by saying, "The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language." And is translated as a glowing star or a bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system, according to observations made in the nineteen twenties. Apparently our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa. According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbutuku Mari on mathematics and astronomy established in Mari Empire. That is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient could come right like this as well. How is it possible that Duggan had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見された シリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような和、缶があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも 100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族のイースタイによれば、そうした知識をドゴン族はシリウスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から,教わ,れ教,え教,えられ教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は 知識のオーパースと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を 組み立てていいくことでではないでしょうか発見した不思議だ発見した不思議だだけを繰り返していては前には進めないということですさらに言えばこうした事実を生かすこともできなければ私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということですつまりこうした情報を素直に拾い集めていくことができないということですつまりこうした情報を素直に拾い集めればその向こうに シリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は紛れもなく知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを 見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、り掘り込まれているエイリアン、まあ、博物館の方では怪物ということになってますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと、大変よく似ていることに注意してください。 で私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを 3D スカルプティングといいますかね、プロッターのようなもので彫り込んだものだと考えています。実にまあ聖地といいますか、奇妙なブローチ、まあ、大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で まこうして見ていきますとですねシートベルトをつけたエイリアンが2人、えー、座っているのが分かりますそして中央にはですねコントロール機あるいはその重力制御装置のようなものがついていると私はそのように判断しましたというのはこれと同じものがですね、えー、デンマークでも見つかってますしさらに遠く離れた、えー、マヤアステカでも見つかっているからです、まあ、それともかくもこうして比べてみますとここに まあ、彫り込まれている、まあ、ここにですね、説明ありますけど、10世紀頃、えー、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに彫り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれ,がこれをですね、UFO のナイフだというのはこじつけなのか、それともここに彫り込まれているのが動物、あるいはマンスターもありますね。モンスターなのか。 どちらかどちらがこじつけかということですよね。まあその判断は皆さんにお任せしますけども、このゴッドランドで見つかったブローチに彫り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、えー、ドゴンの、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ大変というかよく似てると。まあ似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか長い頭、低い頭、そして決めた口ですね。 そして、ドゴンの天文学に戻ってみます、まあ。こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの街だけで。で、それについてですね、えー、翻訳、これからの資料を翻訳していますが、えー、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中に、中の、まあ、 あきちまあこういう言い方は失礼かもしれませんけれどもきちんとした論文ですそれを翻訳していますのでどうかお読みになってください Thank mm -hmm. you. で検証を進めてみますがこれがドゴン族の居住区ということになるのでしょうかでこの視点を挙げてみますとですねこの、まあ、ティンブツ区そして私が名前が分かりませんのでマウント・アロー矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのが分かります上の方ですねで今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけですでライン理論で簡単に説明してみます で、もう一つの天仏区の町右が天仏区です。そして左が矢の山。マウント・アルローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までが、ね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右行けばエトフです。エジプトのエトフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトフは宇宙へのエイリアンたちの まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分のクルーもなく重なります。縦線はポパカティピティスナーチティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンプツクのそばを通ってエトフに行くということですね。ということで今日はドゴン族の謎について考えていました。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Mr Nico Geraldi Rome, Italy wrote to me as follows Have you never studied the Egyptian meaning eye of Horus? Do you know about the fact that on the illuminati or Masonic pyramid prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus? That is blind. Is the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is blind. The right that one, similar to the eye of the falcon or the phoenix. あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですかイルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますがホルスの左目を表現しています左目は盲目の目ですホルスの真の目は右目であり 左目ではありません左目は盲目の目です右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ていますそうです右目はファルコンの目でオシリスの真の目ですホルスの目は フェニックス神話を最もよく表現したものですつまりエジプト伝説によれば目そのものがオシリスの一部を示しているということになります言い換えると彼の目はセスつまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎませんイシスはオシリスの一部と知るようになりイシスは それに新しい生命を与えるためそのバラバラになった体を一つにまとめたのです体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていましたでセスは光のおかげで生き返ったのですここのことが理由で ルルスのの目は最短のシンボルつまりアテフのシンボルと同一視されるようになり同時にフェニックスは光のシンボルとなりそしてその光が人間の心霊を表現するようになりました事実「ホルス」つまり ラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表していますその光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきますつまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけですホルスの目はギリシャ語の ホロに訳され別の価値を持つようになり結果的に中国語のタオ「たお」「銅のシンボルとともに中国の伝統にもなっていますつまり生命の人間論目がちょうど二つあるようにカルツージュ中 古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されていますまた神話の中でもこうしたシンボルが表現されています例えば頭から外に出ている蛇あるいは第三の目の表現などにおいてですもちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる「タカワ・アポカリプス」中「アポカリプス」 ヨハネの目次録の表現に見られるようにエジプト語あるいは絵の中でも表現されています以上林宏が翻訳しましたがイタリア英語で意味がよくわからないところがありました「広志林浜祭りジャパン」この二個 ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますとこのホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども右目か左目かこれが重大な謎を解く鍵となりました。 もう一度、Eye of Prometheus つまり、プロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか左目なのでしょうか右目が神の目、そして左目は Blind 盲目になっていいるというのですもう一度ホルスの目をじっくりとご覧くださいこのホルスの目は右目ですね向かって左側にある右目ということになりますそしてこれが1ドル札にすり込んであるプロメテウスの目あるいはホルスの目ということになります これは右目なのでしょうかそれとも左目なのでしょうか皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが 向かって右寄りの方に広くそして左の方に細く狭くなっているのが分かりますですからこれはやはり右目ということになりますがなぜ右目と左目にこだわるかということですねニコ・ジェラルディさんの意見によれば右目が神の目そして目が 左目は盲目になっているというのですそしてこのような論文を送ってくださいました内容はともかくもではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね実はそのことを右目が 神の目であることを知っていてそして絵画で表現した人がいました言うまでもなく1500年後のイエスですルネッサンスに現れた1500年後のイエスはベロッキオ・ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通してそれを私たち人間に教えました それがイエスの洗礼という絵ですこの絵を注意深くご覧くださいまるで囲んでみましたイエスと言われている人物の上に1羽の鳥が描かれていますこの鳥の目に注意してください向かって左側のつまりこの鳥の右目はしっかりと描かれています しかし向かって右側の左目は描かれていませんつまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダヴィンチは示しましたそのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します注意深くご覧ください注意深くご覧ください もちろん Discovered by Hiroshihaya ですがなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりませんつまりこれがこの動画の結論ということになります上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥ですそして右下が フリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストは このような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダヴィンチの合作といわれているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がプリメイソンあるいは イルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。バイフォーナー